E657 系による青色の E653 系リバイバルカラー車両の運行が始まりました。JR 東日本は今日12日 E657 系K1 編成による青色の E653 系リバイバルカラー車両の運行を開始しました。2013年まで常磐線で運行していた E653 系電車には、茨城、福島各地域のテーマカラー5色が車体に施されていました。今回、来年下期に開催される茨城デスティネーションキャンペーンに合わせ、E657 系にも、テーマカラーによるリバイバル塗装、車両の側面に、シンボルマークが、5編成に施されることとなりました。2026年春まで、定期列車の一部として運行します。そして、4編成目となる、ブルーオーシャンのリバイバルカラー車両が、今日10日の、特急、トキワ74号より、運行を開始しました。青色の塗装は、E657 系のトップナンバーである K1 編成に施され、車体側面には、潮屋崎海岸と灯台のシンボルマークがデザインされています。運行区間は、上野東京ライン、常磐線、東北本線の品川から仙台間となっており、運行期間は2026年春までの予定です。茨城デスティネーションキャンペーン期間までに、緑、紅、黄、青、オレンジの5色の E653 系リバイバルカラー車両が登場する予定です。これで、6月10日の KAB ニュースを終わります。